はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はハイサワーのパクリ商品として名高い、農家知らないですけど、ロイヤルサワーというのを紹介したいと思います。こちら木村飲料株式会社で、1リットルの、これ炭酸飲料の梅味なんですが、果汁が 10% 未満、となってます。これが200円ぐらいです。確か200円ぐらいだった気がする。酔い心地爽やかなチューハイの作り方。グラスにホワイトリカー、過去焼酎、25度を、3分の1。まあ、ウォッカ4分の1、ジン4分の1、いずれかお好みのスピリッツをグラスに入れ、冷やしたロイヤルサワーを注いでくださいと。まあ、となってますけども。ね。大樹氷入れます。もうちょっとでも大樹氷なくなります。よし。消費していく、酒を。酒を消費していくスタイル。これは、炭酸は割と、どうなんだろうな。強いのかな。あれよか強いのか、わかんないですよ。ね。ハイサワーよか、強いのか。多分、でも強いとは思うよ。ハイサワーはあまりにも弱すぎた。あれは、微炭酸の微炭酸。通常の炭酸飲料を1とすると多分それの4分の1ぐらいの炭酸の量だった気がする。ということで、乾杯。うん。うん。まあ、美味しいは美味しい。かな、まあやっぱりこれをね、わざわざ300円以上出して買うよか、200円ぐらいのねやつで買った方がね、消費者としてはありがたいんじゃないかとは思いますけどもね。しっかり梅の味がします。まあ、それもそのはず。原材料名、梅果汁、果糖ブドウ糖、液糖、酸味料、そして梅酒が入ってる。香料、保存料、カラメル色素。まあ、梅果汁&梅酒が入ってますからね。確かに梅酒の味がするな。しっかりこの梅の若干の、なんていうかな、苦味？渋み？酸味もしっかりしてるし。まあいいんじゃない？で、先ほどですね、ちょっと関係ないんですが、実はゲームセンター CX、まあ有名なんですが、有野課長の、スーパーマリオワールドをちょっと見てまして、動画で。超かったな。ね、ちょっと動画で見てまして。
ってですね、まあ、ね、有野課長、安定の、UO2 連覇やってて、これ絶対無理やと思う。挑戦、まさかの3日目突入。はい、そうでもネタバレですけど、3日目突入してます。6月13日発売。おー、魔界村だ。1986年、結構あれだな。ドラクエ発売し、魔界村も発売し、スターソルジャーも発売し、すごいな。東海道53次。これ聞いたことある。悪徳商人の一味と戦いながら江戸を目指すアクションゲーム。なぜか感触玉で敵を倒すという。カンタロウの言い名付けモモちゃん、意味が分かる。まあ、関係ないですけど、ね、こちらゲームセンター CX の有野課長はですね、いきなり最初っていうかマリオシリーズが初めてで、初めての挑戦でいきなり、スーパーマリオブラザーズ2をいきなり、最難関難易度の2をですね、いきなりこの人やっておりまして、で当然ながら、挑戦失敗。で、それから、3に行き、なぜ1をやらないのか知らないんですが、3に行きです。3でも、3は難易度低いはずなんですけど、まあ俺当然クリアしてますけどね、2もクリアしました。2俺何枠かかったっけな、あれな。100枠ぐらいかかってますね、多分ね。わかんないけど。そんなかかったっけな。ちょっとコミュニティの方に書いてあるけど、マリオブラザーズ2は俺やって、何回、どんぐらいでクリアしたんだろうな。まあ、で、3も一応クリアしてるんですよね。3は結構簡単でした。うん。ですが、有野課長は失敗。そして今回、このスーパーマリオワールドになってるわけです。まあ、これ結構古い動画ですけどね。大丈夫か。前回は時間も押してですね、その、次の仕事に飛び出していかれたので、本当すいませんでした、遅くなりました。いや、ええよ。はい。しりとりは勝たれへんかったけど、言い訳やわ。しりとりにはなれなかったと思うんですけども、はい、ゲームを出して頑張ってください。バカにすんなよ。ゲームは無理だ。これ見ながらやる。はい、早速クッパ戦なんですけど。3日目に追い込まれたミックキクッパと2週間ぶりの対面。もうやはりブランクが影響してか、この後何度対戦してもやられ続けた。どうやったらゲームって上手くなるのかな。弱気になる有野に1時間後ようやくチャンスだ。このさ、スーパーマリオワールドのキーチがものすごいブサイクなんだけど、ゴロン出したな。そうやね、ゴロン出しよんね。ちなみに俺スーパーマリオワールドはほぼやったことはないです。危ない。今度やってみたいです。見つけるだけでも時間がかかる。ここは決めたいところ。危ない危ない。どうすんの。よし。親指痛い。もう親指痛い。どうすんの。
あり、クッパ激ハマでカウントダウン。いやでもマリオワールド見た感じかなりぬるそうな気がするけどな。多分個人的にね、マリオシリーズ一番ぬるいのはまあ1だとしても、1を除くと USA が一番簡単だと思います。過去の挑戦から考えて、こういうチャンスは当分来ない。まあ、ワンはワンで、まあ、逆に変に難しかったりするから。USA が一番簡単かな？はい、正解です。くっそゲームオーバーショーの始まり。人は、これほどまでにゲームの1キャラと戦うことがあるのか。はい、これな、今日も虎のもんやねん。この日も後ろに控えるは例のお仕事。さすがに1時間もあればクリアするだろうとスタッフも高をくくっていたのだが、ああ、1時間1から3時間2度目のチャンスが。53戦目、緊張した。俺気を引き締め真剣勝負、果たして。あ、危ない、いや危ない、ちっちゃマリオやん。全枚入って、全枚、全枚のやつをやるか、やられるか。重いな、死にたくないんや、クッパも。あー無理か、かつてない地球戦。クッパ必死やんけ。あああか、惜しいな、そろそろギブアップしてもいいんちゃうかな。62回目、70回目、どんなに苦しんでも今回はスタッフも手助けをしない。いやでもさ、マリオシリーズ3度目の正直は、まあいいや、個人的にゲームセンター CX は、あれですね、あくまで個人論ですけど、DVD ボックスとか、ね、もう全巻セットが欲しいぐらいなんですけど、金があるのならば。俺、唯一、欲しい、その全巻セットが欲しい。もうすべての全巻セットですね。まあ、全巻セットってなかなかないですけど。まあ、ボックスを全部欲しいのは、このゲームセンター CX の他にももう一つあって、あれですね。古畑任三郎。渋いですが。あんま渋くもないのか。ね。あれも全巻欲しいですね。金があるのならば。DVD ボックス高いんだよな。ちびっ子と中年のためにも負けられない。しかし、勝てない。3日間、計30時間の戦い。3日間30時間。だがついに、その瞬間が訪れた。いや、30時間って言うけどさ、この、兄の課長はこれ、あれだよ。普通にあれだぞ。終わり。この後、兄のが目にしたもの。普通に言うけど、連続でプレイしてるから、お話で。どうすんねん、今度。ああ、まだこっち来た。火が来た。ある程度、そのね、若干のプレイしてれば、そんな無理しなければ割と、あれだと思う。ああ、死んだ。
無理しなければ結構いけると思うけど。クッパは二度変身。その目は怒りに満ち溢れている。うわそんなに強いやん。こんなあの何十時間も一気にプレイするみたいな、寝ないでプレイみたいな、そんなことしなくて1日1時間ずつちょっとずつやっていけばしかしありのも意地が、ね、クッパの動きも結構余裕でクリアできると。ここはよーし。じゃあこれからや。これがね一番難しいの。間違ってるみたいな。そう。ここからが本当の。やっぱね、なんかね、このアリの課長はね、あれなんだよね。あ、キノコ取られへんかった。もうダメだ。終わったな。あの俺が言うのもなんだけど、なんてかな、なんかねおかしいよね。こんだけゲームしてるんだけどやっぱり一向にこううまくならない。いかに最初のセンスが重要かっていうのが分かってくるよね、ゲームにおいて。まあゲームたかがゲームでセンスもクソもねえだろっていう人もいるかもしれないですけど、でもあくまでもやっぱり苦手な部類、例えばアクションが嫌いだったりとか、RPG が嫌いだったりとか、ね、シミュレーションが苦手だったりとか、っていうのはやっぱりあると思うんですよね。だから、アリの課長の場合、多分アクションがもう全般的に苦手な部類なんでしょうね。で、しかも俺もアクション苦手ですけど、ここまでに下手ではないです。うん。なんか、こう、プレイを見てて、やっぱり、何か、明らかに、こう、何回もプレイしてるんだけど、一向にこう上達してこないっていう、系列ですよね。これはね。あんまり、俺も偉そうなことは言えないんですけど。さすが、クッパの猛攻。まあでも俺も下手ですけど、アクションが下手ですけど。なんか基本的にこの反応速度っていうか、が遅い気がするね。アリの課長は。うん。反応速度というか、こう、判断能力というか、判断能力だな、問題は。多分。避けられへんって。無理やわ。それは無理やわ。ああいう状況か。しかし、光明が見えた。この勝負、勝てる。ほう。言わしてくれるわ。言ってくれるじゃないですか。でも基本的に逆に言うと、アリの課長がクリアしたゲームっていうのは、基本的に下手でもクリアできるっていうゲームなんですよ。やっぱりそれを、スタッフが普段より興奮しているのは訳があった。ほう。あの、まとめ残念なんですけども、また生放送の方にですね、行かないといけない時間になりまして、あと3期残っているので、このあと3期だけ、で見てはいかがでしょうか。何の3期？はい、残り3期でクリアできると思うので。俺もできると思うねん。はい。全然自信ある動きができんねんから、はい。でも1個すっげえ引っかかるのがあんねん。はい、それはすげえ面白いのよ。あの、クッパがゴーンゴーンってなってる時に、この行ってる時によしくくれって、あのタレントさんの俺にめっちゃいいそれ面白くてニヤニヤしてます。テレアスさんに怒られても困るので、残り3機だけでしょう。長かった椅子から落ちそうなぐらいで、ああでもやっぱり、しかし、あ、うわ変なとこで一気ミスしたな。おいおい、
ラスト2期っていう緊張感耐えられへんわ。あ、ダメなこれ。この緊張感がスーパープレイを呼ぶ。ああ、そうか。絶好のチャンス到来。もらっちゃう。このスタッフとの一体感がいいよね。おい、あーバカ。すげえドキドキしてるわ。ラスト一発っていうプレッシャーに。ついに残り残り1機。挑戦史上かつてない緊張感。3日間計3機。いや残り1機って多分無理だったもんね。これはさすがに3度目の正直。アリノはそこまであのプレッシャーに強くないから絶対無理だと思う。果たしてその結末は。アリノくぐれ。よし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 。いやさすがに無理だってこれは。多分挑戦失敗だな俺の予想。よし。うん？嘘。すごい。これは稀に見るあれじゃないか。マリオシリーズ初アリの自力のエンディング画面。あ、いいついた。こんないっぱいよしよ。ちっちゃい声で。あ、これはあれだな。いまだにゲームセンター CX いろいろ見てきたけど、ほとんど自力でやったね。本当ほとんど自力でやってるわこの人今回。これあれだわ、ゲームセンター CX ってさ、基本的にほらなんかこうさ、スタッフがさ結構手助けしまくるパターンで来るでしょね。あれがどうも俺個人的に気に食わなかったんだけど、でもマリオワールドにおいてはまあ全部ほら無限1アップも自分でやってるし、うん、で3日間ロケやってるし、でそれで全部自力でやってるわけだから結構、すごいと思いますね。かっこ好み感、好み感ですけど結構自力でやってて、これは結構アリの史上なかなか類を見ない自力クリアではないでしょうか。ね。まあもうネタバレになったんですけど。残り1機でクリアするとは思わなかったな。まあ残り1機っていうか、ね。その次の仕事が控えてるから残り1機みたいな感じで。はい。今やったのは、今ですね、バランタインファイネスト。こっち。バランタイン。俺が大嫌いな、スコッチ。ウイスキーの中で一番嫌いなスコッチを、これで割ってみた。ですが、美味しいかな。
これは。やっぱりね、俺何回か言ってるかわかんないですけど、多分言ってないかもしれないけど、やっぱりね、まずいウイスキーっていうのはね、やっぱ誰しもあると思うんだよ。五大ウイスキーですか？世界五大ウイスキーの中で、俺嫌いなのはスコッチとアイリッシュ。もう二つもあるわけなんですが。この嫌いなウイスキーをどう消化するか。で、やはり一番ね、有名なんだと、コーラ割りするっていう。うん。のが一番有名だと思います。コーラで割ると非常にね、飲みやすくなる。のはもちろんとして、甘くなるので、やっぱり結果として飲みやすくなる。うん。うん。そしてコーラの香りとかで結構ね、消えちゃうんですよね。その嫌いなあれが。だからそれはおすすめです。うん。で、こちら。遅くなったんですか？ロイヤルサワー。これ何星にしようかな。ロイヤルサワー梅。まあ、ここはちょっと厳しくいって、どうしようかな。まあでも価格からしても200円というまあ割と安価で手に入るわけだから、やはりハイサワーだっけ、あれとちょっと差別化を図るために、もう4つ星つけます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。